皆さんこんにちは。あなたのくるくるくるがマリオメーカー実況を今日もやっていきたいと思います。今回はいいねランキングのとても難しいから川島教授の学力が落ちないよう脳に刺激を与えよう中間あり、ももさん、クリア率 1.20% ですね。早速遊んでいきたいと思います。どういうことでしょうね。学力が落ちないように脳に刺激を与える電気ショックとか、いやマリオで電気ショックとか、強制スクロールでとりあえずパウをいっぱい叩いていっとき、あーはー、開幕でやられるのは安定だよね。届いた届いた、ここら辺ですか。ここら辺ですね。次はどこ叩けばよかったんだ。よいしょ、ここだ。よし、あ、当たっちゃった。こうか、こうですね。こうだと思うんだけども、あれ、あ、そこ当たり判定あるんかい。こっちに戻るでしょ。早めに落ちて、早めに落ちて、こっちこっち、オッケー。カロンか、よいしょ、カロンをぐちゃぐちゃに、あれ、あはー、嘘嘘嘘、ちょっと待って、それはわからないって。そこ落ちるとは思わないよ。で、ここカロンが右側の方に移動するまで待ってから、この辺に落ちて、ドクロ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 、このドクロにまた乗るの、これは厳しいな。よっしゃ、どう、届いた届いた、何が出てくる。カロンカロン、上に行く。ダメージ食らっちゃったけど、ま、あー、先の様子攻めてみたかった。どう、この辺何がある。床が、あ、ここ落ちないんだ。次はオッケー、ちくわダッシュ。ここまでアミーボのまんま来れればオッケーだったのに。パパはさせん。ここのちくわに乗るのが多分最難関、このコースの。よいしょ、落ちて、オッケー。次なんだっけ、次、ちくわ、了解、届いた。中間ないの、中間、中間くださいよ。中間マッシングかい、オッケー。あ、嘘でしょ、扉入れば。下のカロンさん、バイバイ。こっからだ、こっからだ、ここだ、どうだ、よっけー。一ニョキ、二ニョキ、あーはー。パックの炎も何気に怖いですからね。ここは他に比べれば割と楽勝。オッケー、あーし、やっとさっきやられたところまで戻ってきたぞ。ここはもう、オッケー、入ったー。もう今ダメージ覚悟で入りました、ゴリゴリ。こうだね。川島教授じゃなくなっちゃってるけど、いいのかな、どっかでアミーボ補充させてくんないのかな。あ、ダーメージを食らう。ここは2回叩かないといけないようになっているんだね。間違いない。よし、あー、結構狭くないですか、シビアすぎません。こうか、よっしゃ、来たぜ。次にパウを叩いて、このねー、パックンの炎がすっげー邪魔なんだけど、ダメージ食らっちゃうよね。とりあえず先の様子だけでも見に行ってきますか。うーそでしょ、これも登れなくない、登れるかな。ちょっと待って、ギリギリまでスクロールを、あ、やったー。最後川島教授じゃなくても OK だった。結構ゴリゴリになっちゃったけど、難しいから許して、いいよね。うん、 OK、 ありがとうみんな。
川島教授の学力が落ちないように脳に刺激を与えようはももさんのコースでした。ありがとうございました。それでは次のコース遊んでいくで。はい、お待たせいたしました。お次はこちらですね。 Don't stop me now。 久しぶりにこれはスピランコースになるのかな。ベストクリアタイム34秒、クリア率は 3.36%。 遊んでいきましょう。スピランそろそろ解禁しようかな。日本の国内のスピランね。うん、レールでランって書いてある。間違いない、これはスピランだ。今はそれを確かめるためにわざとやられたんだよ。お、違う、演奏系？あ、やられた。何の音楽だった？今よく聞けてなかった。いやー、なんかすごいいい音楽に聞こえるけど、なんだかわからない。なんか書いてあった、読めなかった。 OK。 いやー、なんかすごいアップテンポで楽しい演奏系コースでしたね。またやりたいな。この人ちょっとフォローしておこうかな。 Don't stop me now。 ありがとうございます。面白かったです。それでは今日はあと1コース遊んでいきましょう。はい、お待たせいたしました。今日のラストはこちら。いいねランキングの世界普通の第5位です。 The Greatest Players of All Time。 クリア率 22%、 ベストクリアタイムは1分43秒。遊んでいこう。なんだろうね、マリオの歴史が見れるよとか、そんな感じのコース。1980年、私まだ生まれておりません。アミーボ、あ、パックマンか。なるほど。そうやって歴代の有名名作コースを遊んでピンクコインを回収していこうよっていうこと。これまだ上に行けるのかな。あ、上に扉あったけどまだ入れないよね。違うか。ここには全部で何枚のピンクコインがあるんだろう。これどうしようか。バックマンの交換をつけといた方がいいのかな。あんなところにスターがある。スターなんてあったっけ、バックマンに。まあいいか、この辺は気にしないと。これでピンクコインゲットしたので扉に入っていくよ。ドンキーコング1981年。まだスターの状態が続いているんだけど、さすがに切れちゃったか。ファイヤー来たー。飛び越えていくる。わー、びっくりしたよ。こっちも飛び越えていくる。次は いのかな。なにあのチョロプーは。チョロプーがすっごい気になるから踏んでみたいんだけど。よいしょ、なんにもないやないかい。土管に入っていくよ。1983年、次は何だと思いますか、皆さん。そろそろマリオが出てきてもいいんじゃないかな、と思うんだけども、進んでいきましょう。あ、これマリオだね。懐かしいわ、これ。遊びまくったわ。とりあえず、パウ多分使わない方がいいんじゃないかな。のこのこを、左右に、やって、道を開いていくと、これで鍵をゲット、パウを叩いて、敵を一掃。こういうのやったねー。懐かしいわ。本編より遊びまくったかもしんない。1985年、次なんだろう。イエーイ、ルイージ。あ、これはマリオブラザーズでしょう。ルイージで遊ばせてくれるところなんかありがたいしにくいね。こいつ、やったねー。1アッパルのか確認忘れちゃった。いいか。次はゴールデンマリオ。これは1の1の、スタートの地下のところだね、本当に。1986年。私、何歳でしょう。もう生まれてますよ。チョロップーか。
ゼルダ。ゼルダって1986年だったんで意外と古いんだね。お邪魔します。こっちもまだゼルダなんだ。上に登っていけばいい感じ。ここはどうしようか。普通に進んで大丈夫？いくよ。なんだこのメットの山は。トライフォースを掲げて進んでいこう。あれトライフォースって言うらしいね。1987年、なんだろう、カービィ。違った、なんだっけ、なんだっけ。割と有名なキャラらしいんだけど全然わからないという謎キャラ。私にとってのピースイッチ詰まっちゃったと間に合うかな。でも難易度的には低いはず。今度は女の子になったぞ。同じゲームに登場するヒロイン的な感じ。わかんないけど、うん、多分きっとそう。わかんないけど、次はボム兵を踏んで、危ない、結構巻き込まれやすいかもしれないよ。ここ気をつけていこう。あ、また戻った。なんだこれは、ダンゴムシ、ダンゴムシヒーロー。1987年、今度こそカービィ、ロックマン近い。なるほどね。子供の頃やったことあるよ、色あせた記憶だ。なんだっけ、腕で L 字作り、ウルトラマン、ウルトラマンセブン。ということで、今度はヨッシー。これでスーパーファミコンのマリオ、スーパーマリオワールドかな？多分ね。ピースイッチは踏んでいこう。あ、びっくりした。上からなんか降ってきた。今度はヨッシーアイランドはまだ出てないよね。なんだろう、ヨッシーアイランドかな？ヨッシー。1991年。いや、今度こそカービィでしょ。違うのかーい。ソニック。ソニックはね、セガサターンかなんか友達ん家にあったんで、いっぱい遊んだ記憶、すごい坂道になってるんだけど。楽しいわ、これ。最後詰まっちゃったけど。これで次はどっちだろうな。おお、びっくりしたー。あいつ倒さなくてオッケー。踏むよ。あ、ダメージ食らった。待って待って、ここに来て急に敵が強くなっていませんか。逃げるか勝ち。ここで順番にいろいろもらってからの最後はデカマリオでゴール。いいね。ちょっとずつブロックを崩していって、最後壊せないところがちょっと残るあたりがシュールでいい感じ。いやー素晴らしい。カービィどこ行った。 The Greatest Players of All Time、 めちゃくちゃ面白いコースでした。ありがとうございます。そして今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いしましょう。皆さんもしよろしければチャンネル登録していってください。くるくるくる、とっても喜びます。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバイ。